はい、どうも、修太です。信長の野望大使真田スクールオブビジネス、続きをやってまいります。さあ、前回ですね、北条を追い詰めましたが、ギリギリで、講和を持ち出されてしまいました。まだ徳川と戦っておりますが、我々、北条、そして、残り、わずかの拠点となった相馬、こちらをですね、目下の、標的といたしまして、まあ、相馬なんか味方なんだけども、これよくよく見たらですね、もうね、もう本当に死にかけですね、これ。もう5000人も送ればね、相馬は滅亡するんじゃないかっていうところだったのですね、北条に向きになってね、私も攻めてね、気づきませんでしたけど、これは南部にね、うまうまされてしまう。このタイミングがやはりですね、相馬を攻めてしまいましょう。徳川はまたちょっとほっときますね。そうしましょう。さあ、相馬に宣戦布告だ。相手にとって不足なし。上杉どうなるか。上杉は OK。 上杉来る。上杉が来ればもうどうでもいいですわ。ああ、もう評論までいただけるんだ。これで上杉ポイントをまたね、上げていきましょう。現在の上杉110まで来ましたね。上杉はすぐ上がる。ああ、もう徳川なんかすぐね、やっぱり合わないんでしょうね。合わない、あいつらは。ダメだ。徳川なんかもうダメだもん。さて、行きましょうか。まず、三春城、行きますね。我に続け。はい、国軍開始。もう一個行きたいですね。はい、国軍開始。速やかに速やかに攻め取りましょう。さあ、行くのだ。三河武士の誇り。ダプンダは？ダプンダは農兵精錬。農兵を精錬してどうすんだ。三河武士の誇り。まだ頑張る。大義名分。我ら攻め込んでおりますが、上杉対徳川。こちらはどっちへ勝つか。さあ、上杉が勝っていく。上杉が強いですね。さあ、こちら三春城入りましたよ。包囲36日。まあ強行でよろしいでしょう。バルバル行きましょう。さあ、二本松にも着いたぞ。こちらも包囲38日と出てる。強行でよろしいでしょう。バリバリ行きましょう。これを見て交渉なんかね、出していきたいところですね。秀次事件。羽柴家に鋭い緊張が走った。羽柴秀次が羽柴秀吉に謀反の疑いをかけられたのである。まさか。秀次は秀吉に釈明を試みるも、謁見はおろか途上さえも許されず、高野山へ向かうよう命が下された。高野山に入った秀次になすすべはなく、ついには切腹に至る。そんな。死に追い込まれた確かな理由は今なお明らかになっていない。秀次がその生を終えるとともに、ことは収束に向かうと思われた。だがしかし、むしろ席を切ったように次々と悲劇が生まれていったのだ。まことにそのようなことを。何も言うな。誰、わしら言ってるじゃんか。これ、バカ野郎、寝ろ。秀次は命を奪われるにとどまらず、首を三条河原にさらされるという苛烈な罰を与えられた。さらには秀次の一族郎党も処断され、大名の中にも蟄居や謹慎などの処分を受けた者たちがいた。秀吉が下した重い罰は多くの者たちにのしかかり、やがてその圧は反感に変わり、羽柴に跳ね返ることとなるのであれ。秀次事件、そんなにも大事になるんですね。やはり権力を持って、あまりにも権威をね、振りかざすというのはよろしくないという。さて、交渉できるかな。見てみましょう。交渉できますね。交渉。お、すぐに交渉。柳田春介向かわせる。田村宗明だ。城主投降からいってみましょうか。馬鹿を申すでない。全面解放。チーン。全然話を聞いてくれないよ。これじゃ落ちないな。山上の方は。さあ、山上の二本松城、交渉できるよ。さあ、行ってみましょう。なんとすぐ話をしたい。勇気張るとも。さあ、来るかい君。上司とこ。どうも引きが悪いな。全面解放。チーン。二連敗やないけ。これまずいな。変なタオル来そうだな。なんか4200。
これ大丈夫か？うん、このまんまぶつかるな。勝てるのかな、これ。よし、戦おう。勝ち揺るぎない。多いですね。視力を尽くしたってことは？ってことはワンパ？ワ、ワン？ワン？ワンパ、ワンパらないけど、まあ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 、陥落陥落。三春は陥落だ。よしよしよし。これ初段かければいいんじゃないかな。初段かければ軽い気持ちでタオルなんか投げないだろう。さあ、二本松常より犠牲にしてしまった。いざ参ろう、前進せよ。さあ、南部がどう出るか。これビーム出しとくか。我らの予約ビーム、予約ビームというか普通にこれ取りに行ってもいいですね。早いやつ早いやつ早いやつ頼むよ。1500でいいんじゃないか。鉄砲なんかいらないよ。進むのだ。さあ、どうなるかな。これ抑えられるかい。これでよし、二本松も取った。この城いいぞいいぞ。相馬九州まで、相馬九州まであともうちょいだ。うん、この二本松も切っておこう。汚い真田、汚い。人の命を何だと思ってんだ真田。さあ、相馬滅亡なるか、我が手に吸収できるかどうか、やってまいりましょう。よし、いいぞいいぞ。これで全ての拠点我らで塞いだ。これはすぐに落ちそうだ。どうなるどうなる。氷西山はすぐ落ちるけども、このねえ、お出盛りがちょっと苦戦しそうだな。交渉できないか、これ交渉。よし、10日交渉10日、頼むよ。なんだこれは。信獣じゃないか。この真珠はよろしくないけどな。これ真珠は 100% 受けなきゃいけないんですわ。この真珠はよろしくねえな。守れない、これは守れないぞ。いやー、これはちょっと待ってね。これ、いやー、ここで真珠とか言う、一番嫌がらせだよこんなの。だってこんな恨み持ってんのになんで真珠してくんだよ。いや、むしろさ、むしろ南部に侵入したらどうなんだい君は。なんでこれプレイヤーの方に来るのかな。準検所がほらもう合わせて10だもん。レベル10準検所が隣接してるわけですから、これはね守れないんだ。あ、到底不可能。南部から守る術がないんだ君たちを。参りましたね。まあしょうがない、これからルールだ。ペルシャル20侵入いらん、この真珠いらん。さあ、もう攻めてるじゃないか、攻めてるじゃないか。早速南部がよ、だいたい何ヶ月持つんだこの真珠。何ヶ月待てばいいんだこれ。7ヶ月か、絶対持たない。そんな7ヶ月なんか。まあここで感情に任せてね、南部に宣戦布告してなんとか食い止めるっていうね方法もございますけどね。だってだったらちょっと北条の方にね力を入れて、南部国境線の守りを固めて牽制に入る方がねいいかなと思いますね。そこまで余裕がねないんですね。ということで、で今月あたりもね秋になってからね徳川ももう一回来るでしょうね。これはね、そういう風に考えていくと、もう相馬は守れない。最低でもね6ヶ月持たないと手切れしても意味がないし、まず何をやるべきか。宣戦布告だな。ねえ、米が欲しいと。柴田よ、米が欲しい。よこせ、米の不足なし。不足なし。上杉、そして相馬、相馬 100% ねえ来るんだ、従属なんだから。よし、兵糧5000、ほっかほかの兵糧いただきましたね。もう宣戦布告で今までどれだけの兵糧をせしめてきたか。そして北条が12月だか11月だかそこら辺ですね。それまでちんたらやりましょう。柴田が上杉か、上杉につきます。助立ちするぞ。助立ちんか、こと時間か。貸してほしいか、貸してやるか。上杉とは仲良くしよう。仲良くしてるけどね、向こうから同盟の申し出とか一切来ないよね、上杉君はね。ああ、なんだこれ、渋鎮だな。金銭190の軍馬鉄砲100。もうこれ無条件だ。無条件の方がね、逆に心象がいい。片事件か。なんか集結がもう一個出て、あ、終わった。終わったわ。相馬終わった。
もうこれは無理、もうこれは無理無理無理、我らもう守れない。相馬は南部に吸収されたか。報告いたします。無駄に2人も切っちゃったな。これより表情を始める。ん、これなんだ。三つ青い、こっち来んな、こっち来んな。統計ってことはまた上田か。アホ、このなんだこの上田、なんで上田しか見えないんだ。お前の目には上田しか映ってないのか。なんなんだ。さあ迎え撃ってやりましょうね。この領地内だとね、まあ確かに領地内の方が我々強いんですけども、あのね、施設がぶっ壊れるから、ここね、ここでやりましょう。もう上原城のね、目の前でね、間に合うように行きましょう。さあここはですね、追っ払うだけですね。まだね、ちょっと北条戦を控えているので、ここで余計な兵糧を使うわけにはいかない。いざ参ろうか。いざ参ろう。追っ払って終わりですよ。たまにね、あの二段構えで来る時があるんですわ。二発用意してくるやつ、あれが困るんですわ。あれは早く察知してもう一回組み直したりね、第二弾をね用意しないと攻めてきますからね。ほんと嫌になっちゃう。徳川上杉和を結ぶ、こういうのが一番困るんだ。タイミング悪いな。先制ここできないかな。これ北条まだかな。早く北条落としたくてしょうがないんだよ。もう相馬は無理なんだからさ。ねえ、頼むよ、やらせてくれよ。さあ11月北条戦線布告できますね。11月にできるんだ。まだ相馬が生きている。このタイミングしかないんだ。来た相馬鎮魂。もう北条の領土好きにカルトルが良い。お前もう滅亡寸前なのによくぞ助田鎮魂しようなんてね。あれ、上杉が来ねえ。おい、上杉が来ねえじゃねえか。どうしたんだ、どうしたんだよお前よ。こっちは上杉に兵貸してるっつうのによ、相馬しか来ないだなんて、そりゃないじゃないか。まあいいだろう。うん、まずはね、くるりさえ取ってしまえばいいんだよ。くるりをね、サクッと取ってしまおう。32,900、張り込んだな。我らも兵糧はね、昔より余裕ある。まず一部隊で行こうか。借りた狼藉をまず出しましょうか。あ、出せない。じゃあしょうがない、表裏卑怯だ。表裏卑怯と呼ばれるビーヒョー。さあここはね、勝てますよ。行方分かります。ここ絶対勝てる。うん、6000差ありますからね。さあここはね、指揮取れません。行けます。誇りにかけた負けはせん。よしよしよし。さあここはもうね、で来るの、これ来るの。うわー、こういうのが嫌なんだよな。目指しちゃうんだ、これこれどうしようかな。これ部分騎乗でちょっとね、様子を見たいですね。手を打ちましょう。うん、領地内戻りましょう。これでどう出る。あ、でも集結が見えてるな。こういうのって来るんですよね、これね。さあ相馬が滅んでしまった。くそー、分かってはいたけど待機。うんうんうん、なんだこれは、これはなんだこれは。うん、このラビット関根が、ラビット関根ビーフ太田、ビーフ太田が東京湾に船を出して、バカ野郎、見せ物じゃないんだこっちは。こっちは見せ物じゃないんだよ。北条をね、潰せるかどうかの一大決戦なんだ。さあ文禄よね。ふう、さあ北条戦だ。ここはね、宇治政全滅だな。宇治政全滅させればあと話が早い。合わせよう。農兵青年出しておけば。ちょっと待って、我らなんか出せるか。なんか出せる、出せる、出せ出せ。ちょ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 、お前らなんだよお前ら。ちょ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 、まだ来んのかい。本当に嫌がらせ進軍だな。これ何日かかんの。50日。嫌がらせ進軍だな。50だったらさすがに大丈夫だろう。何日かかるんだここにたどり着くには。うん、23日か。ちょっと待とうか、ちょっと待とうか。うん、それで兵糧1万ぐらい違ってくるから、ちょっと待とうか。それ半月待とう。うん、半月だな。さあまずは宇治政直接対決で、ここは全滅狙いだ。
マリアツの戦い激アツ全滅させられるかな。3万対2万いけるでしょう。これならよし、いざ解散。マリアツの戦い、彼らの砦がねちょっと鬱陶しいですね。あんまり前に出たくないところ。よし、まずは三夜の結束、これで速度視界アップですね。一気に詰めて、おとり挑発で詰めていきましょう。さあ進め。さあこのスピードどうだ。あっという間に強撃強撃、おとり挑発だ。これで雪村前に出る。本陣切り込みも出せるか。本陣切り込み、これで雪村どうなる。これで雪村179165、なかなかの強さでございます。さあいけ。さあまず渦見火かける、いいぞ。去ったっけ吉重壊滅、奇襲が来るな。さあこちらも奇襲を入れていけ。雪村回想か、まずいな。さあここで大返しで速度アップ、士気アップだ。士気を回復させて逆にこちらが押していくのだ、はい、よし、前の刑事壊滅、敵はほぼ全軍壊滅だ。宇治政だけは逃がしておいてやろう。あとの残存部隊を刈り取るぞ。北条綱重壊滅、あと3部隊、はい、さあ全滅させるのだ。さあ滝川一正も回想だ、残るは宇治政だけ。よし奇襲、いいぞ。強撃強撃強撃、ああ甘はげに何やっているんだ。よしもう少しもう少し、あともうちょい、よし全滅だ。ここは全滅させていく。よー勝つとし我らを甘く見たような。甘く見ちゃったのかい、バカ野郎。そんなんじゃこの野郎、松村この野郎、俺がたけしだこの野郎。うわ今のたけしは似てないな。さあ捕獲だ、来ない。ここもねまた切っとこうか、これね、この佐竹のこのボンクラっぽい顔してこれ切っとこうか、これ無念。また殺人鬼戦法に入ったぞ。でこのビーフのこと忘れちゃ危ないね。ビーフのこと忘れたら危ない。もうちょい進めるか、もうちょい進める。で黒に入る、モグラで一気に行っちゃう。まずモグラ、頑張ってる、あいつ頑張ってる。ちょ待って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 、もうぼちぼちこれ行った方がいいな。さあ合流かける、進みます。よしもう一度行くぞ。でこの北条攻め、どうなんだろうな、出した方がいいのかな、微妙だな。一軍団ぐらい行くか、立山を取っとこう。立山の取りこぼしはありえるんで、徳川がこんにちはしてきたら取りこぼしちゃうんでね、ここは。まあこんなところでいいでしょう。進みましょう。さあ北信濃と房総二面で戦争しております。おと、そして1月10日に使いたいのに中山忍、予想通りでしたね、中山忍ちゃんだ。そして梅津正景、これはねなんか持ってるやったね、利水上手持ってる。まあなんつっても中山忍似てるな、ちょっと似てるな、漢字ちょっと似てるな。統率95、外政89というところでございますね。防身気楽三宝持ってるぞ、これすごいな。ギサ術作も持ってるのか。片地健康、ご命令ください。また婚姻ができるな、婚姻ねえ、婚姻ね。中山美穂はね、あの雪村ねえ、で信行はもう童貞キャラだから、童貞キャラなのにねお子がいるんだけどもね。あれかな、中山美穂の妹だからね、信勝とかね。ラザワのおじさんか、おじさんも面白いな。正幸だな。めちゃくちゃだ。大凶小凶みたいなね、そんな感じで大凶小凶みたいな、むちゃくちゃでございまするね。やばいな、徳が反応してるな、また一軍団出してきやがった、鬱陶しいやつらだ本当に。
さあ進めろ。皆の力。もう頑張るなお前。お前頑張るじゃない。頑張るな。待機します。頑張るでいいんじゃ。なんだこれ。うん。そしてついにね、指揮なさらずとも勝ちは揺るぎないとついに言い出しましたね。はい。勝利の光が。オッケー。我が道を照らしている。オッケー勝つ投手。でこれがまた前に詰めてくるでしょこれ。こっちに詰めてくるってことはここまで来てここまで来るね、変な突破見せてくるわけですよ上田に。ほんとやだよねこういうやつね。部分騎乗出しましょう。信行は上田でもう目の前だから信行だけ残してあと騎乗。さあどう出てくるかなこれ。これ2万6000作ってるなこれ。これ来るなまた。いや北条戦集中させてくれこれ。お、また集結作って5400。ちょっと不安だな。合流いいっすか。自分合流いいっすか。近くなんかいないかな。元桜ここら辺から引っ張ってこようか。進め。よし報告いたします。くるりがなかなか落ちないな。くるりだけ落としとかないと。やだな、もうなんかタオル来そうでやだな。でなんか南部が狙ってるとか言い出したなこれ。南部ね、これ三面ちゃんもやだなこれ。くるり交渉出ないか。これ交渉出ないときついな。思ったよりも堅牢だな。大義名分でバンバン上げてくるし、これどうしようかな。立山やめて行くぞ。くるりに帰るか。これ来るまで持つかな。どうなんだこれ。皆の力合わせよう。五国北条なんかもうまだやってくるのかこれ。我が領内に敵が。また来るのかい。何度でもやってるこれ。この上田クソゲーだよこれ。上田クソゲー上田はね落とせないんだ。君らではもう歴史が物語ってるだろうが。さあ17400。出陣します。絶妙な数を揃えていく。もう必要最低限で叩くよこれは。でもなんかここにもね集結作るし、なんか嫌な感じだな。さあどうなる。なんかこの宇治政のこの移動の仕方、うわー嫌な感じだなこれも。あれだけやった兵糧ももう半分だ。戦争というのは下に恐ろしげなものよ。さあ宇治政がどう出るか。いやもう喋るなよ、喋るなよ。うんこくさい。大義名分じゃねえ。いいんじゃもう喋るんだよ。何回やるんだそれ。何回やるんだ。ずるいな。何でそんな持ってるんだ。よしもう定位置につきましたね。あとはもう何万兵を揃えようがね、待つのみです。またなんかあっちに向かってるぞこれ。2枚で来るな。2枚で来るわこれ。いやこれ戦いが終わってからだな。終わってからもう1回だ。ああほんと鬱陶しいな徳川。さあ来た。指揮なさらずとも指揮しないよ。この勝ちが明日を切り開く。よし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 。当然勝っていく。でこれがどうなるかですね。一旦返すか。部分騎乗出す。ちょっと判決地位だけ置いときましょう。あでもあれか、敵領地にいた方がいいのか一応ね。仮太郎関があるから敵領地にいた方が進むのだ。減らないか。たった1000でも1000でもね。ケチろ。さあこれで待機せよ。よし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 。なんか怪しいなこの動き。なんだこれ。おお来た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 、ほら来たよ。やべやべ、介入してきた。うーわーこれは厳しいな。うわーこれどうなるんだ。とりあえずもう立山は手遅れで、正行隊は返しちゃおう。正行隊騎乗させて天羽隊でクルリの包囲継続だ。厳しいよこれは。とりあえずクルリは何としても取らなければいけない。ヒデリ毎年ヒデロウが来るんだけども、毎年ヒデロウが、うわすげえ焼かれたな。ヒデロウに9箇所も焼かれたぞ。すごいわヒデロウ。うわわ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 、やってくれんじゃねえかヒデロウよ。何の恨みがあるんだ。こんなね、嘘も何もつかない真面目なね、真田の民を。さあ北条領の取り合いだ。やばいぞ。義重やってくるが、お、なんだこれ。いや、なんだこれ。
あいつブラフだ、ブラフ、ブラフかましてきやがった。これ以上本丸陥落、うちはもらったぞ。よし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 。ん、猪苗代森国って、ああ何回も調略かけてたからもうこっちのもんだと思った。違いましたね。さあ誰かぶっ殺しとこうかな、これな。ここでタオルが一番困る感じなんだけど、まあでも届かないからね。いや届くな、いや届くぞ。戦争状態だから一応届くは届くか。恐ろしいな。いやどうする、誰かぶっ殺しとくか代表して。いやまあやめといてやろう。うん、真田も人の子、片付けない、片付けんこ。さあ8000で満義に向かう。進め。でこの立山がいつこれ落ちるんだこれ。いやこれ困るな、これ困るな。先に落としてくれ立山。これだってワンパンキラーあるよこれ。手を打とう。いやワンパン切らせないためにここに進もう。うん、まず叩こう。で表裏卑怯とか切れるな。あ、一気が始まった。くそー、徳川のやつが長引いてるから。さあ厄介なことになったな。予定通り徳川の介入を許し、さあどうなる。指揮なさらずとも揺るがない。オッケー、勝ちを重ねて、勝ちを重ねて、うん、これで7000か。こちら7000、ここあとどんぐらいで落ちるんだよこれ。方位でしょこれは。わからんな。まあ囲んでみるか。出てくるかな、出てくんのか。いや出てこないでくれよ。行くぞ。出てきたら行っちゃうよ君たちは。待機せよ。なんでこんな効率よく。合わせよ。頑張るなお前、頑張るな。もう落ちろ立山、落ちろもう。いやちょっと待って、天旗一回引こうこれ。出陣するぞ。うん、クルリン引こうこれは。あでも追いついてきた。うん、なんなんだこいつらも。天下を目指す。いや微妙だぞこれ。行くぞ。いやこれでもう一回入ってみるか。進め。まだ出てくるかなこれ。なんかまだ出てきそうな、なんか予告が見えたけど。慶長元年夏、さあ慶長になりましたね。性病、誰だもう。どこで流行ってんだ性病が。先月の収支です。ほんと修羅の国かここは。いやこれやべえな。うん、漂流はまだちょっとあるから、なんとかなんとかなんないかなこれ。あれやるか、久々のねえ、ビーム、ビーム放つか遠くから、遠距離ビーム。日本松城が一番遠いか。日本松城から出していく。その数100、大砲もいらない。よし、一応出していこう。で天旗隊は一旦下げよう、これは。うん、それがいい。ややこしいの。三河武士の、なんだよお前、見せるはいいなぞ。郵便無官、どっか来る気か。来ないのか。あ、落ちた、立山が落ちた。よし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 。っていうことはこれは速やかに満義、なるべく早く行けるやつにしましょう。クルーリ隣だけど10日かかるというね、意味がわからないね。うん、なんかクルーリはなんかざわざわするから、ちょっとクルーリから出すのやめよう。よし、1万でどうだ。出陣する。さあラストだ、北条よ、北条ラストス。おびっくりしたな、びっくりした、北条かと思った。柴田こわ。さあちょっと待って、周りの状況も見ておこう。南部は静かだ、もう黙ってしまった。南部は上杉徳川そろそろ始めそうだな。いや9月かな。でこの気持ち悪いね、これね、詰めてくるね。どうしたいんだやつらは本当に。で対面できるのかな。今のとこない。お、出てきた、宇治政出てきた。さあこれは指揮しなくてもでっかっていく。さあこれが最後がワンパンでいけるなんてことはないね、なんてことはない。さあ強行、急げ強行、頼むよ。もう一回立山に来てるね。これ雪村が近くに来たことによって警戒してるんだったらいいけども、だったらいいけどもね。でね、ハンカチがここにずっといるわけだよ。これ結構効いてんのかな。お、やった、遠路行軍が入った。
少量消費減少代ってのはいいですね。腹ペコ真田くんだからね、僕らは。さあタオル投げてくんのか、これ。タオルがなければ、タオルがなければ、あと20日なんだよ。さあ落ちんのかい、落ちんのかい。どうなる、タオルやめろやめろ、待て。よし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 、ついについに北条家滅亡。実際の歴史上、この真田と北条の沼田の取り合い、この遺恨によって小田原攻めが始まり、北条家は没落してしまうんですけどもね、この遺恨のある真田北条、ついに終止符を打ったわけでございます。さあやりました、素晴らしい素晴らしい。これ何人、これすごい人数、90人ぐらいいたんですね。うう、鬼佐竹、そして綱重、結構仮面ね、いっぱいいるな。数正もいる。ただね、これがみんなね、これ忠誠が低いもんだから、忠誠が低いんですわ、これがね。そこが厄介なんでございます。さあどうしようかな、これ。とりあえず雪村は騎乗させる。でハンカチをまだちょっと置いとこう。さあ徳川ね、終戦へ向けて動かなければいけません。お、みんな引いた。うわ、森山城でも行きか。くそー、茶店が足らん。さあまずね、これね、いろいろできますわ。縁組もできますわ。縁組から行った方がいいかもしれない。うん、真っ赤っかだ、これは真っ赤っか。うん、まずね、宇治政に、うん、ね、貝姫はもったいないだろう。こんな汁かけ男優に貝姫はもったいないだろう。なんかいないか、宇治政以外。貝姫も嫌がるわ、大体な。せめて宇治国だろうな。宇治国だな、宇治国。いや、鬼佐竹か。パラメータから言えば吉重だ。めでてえな。てか中性ゼロってなんだ、中性ゼロって見えてんだけど。これ吉重、これでも2しか上がらない。これゼロだもん、今この人ゼロだよ。すごいな、これゼロなんかもうすっぽんすっぽん抜かれるよ、これ。これは参ったね。片付けない。いや、これ先に家宝かな、これ。家宝だな、家宝の方が効く。これ小田さんのつくもなすだよね、元はね。小田さんのつくもなす。よし、小田さんのつくもなすあげよう。宇治政にやろう、つくもなす。片付けない。これでも赤いっつうのがね。で感情で、片付けない。感情で黄色くしよう。さあついに北条を滅亡させ、北条の武将90人こちらに入ってくるということ。これはですね、相当パワーアップですね。さあここから徳川相手に進むか、はたまた南部か、どうなるでしょうか。乞うご期待でございます。今回もありがとうございました。